はい、皆さんこんにちは、営業者木野です。大堀貴子です。はい、さあ、まあ今日はですね、今回はね、マジ悩み、はい、マジ悩み何、大堀貴子のマジ悩み、マジ悩み、まず球が最近めちゃ飛ばない、はい、まあやってない、申し訳ない、はい、そんな練習もね、はいはいはい、自信持つそうとやってはいないんですけど、うんうんうん、まず飛ばない、飛ばないで、はい、まあ、うん、球が強い、わかるよ、強いから、はいはい、飛びそうじゃんじゃないんですよ、強いからキャリー出ないんですよね。あのあれでしょ、あの回転数600回転ぐらいの球でしょ、600じゃないけどこういうやつね、まあ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 、そうそうそう、わかりますよ、はい、あのまあもともと割とまあどっちかというとこう、うん、ハンドファーストヒッターというか、そうね、こうあまりこうヘッドの加速というよりは、うんうんうん、こうグリッププレッシャーとかもそんな強くなくて、ぐーっとこう、うん、グリップ先行型ではあるので、うんうんうん、あんまりヘッドが走るタイプではないっていうのは自覚してて、それで今までもしかしたら体のエネルギーとか強くて、うん、球が飛んでたのかもしれないんですけど、うんうん、まあ、最近もやってないし体のスピードも遅くなったっていうのもあって、うん、どん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 球が飛ばなくなる、そして球がドロップしやすくなってきちゃったかなっていうところがお悩みなんですね、はいはい、あ、なるほど、で、はい、先に言わせてもらいます、はい、もう八木橋さんといえば原理原則っていうことは出てくると思うんですけど、先に言わせてもらいます、これやってます、自分の中でこのちょっとこういう最近こうシャフトに教わってるこうちょっとこうつまんだイメージでグリップをこうしっかり引っ張ったりとか、まあ引っ張る方向も注意したり、注意したり、決してこうは引っ張らないので、もともと割とこうハンドファーストって言ったので、こうグリップもちゃんとこっち引けてるつもりです。 OK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 、 ただその動きを意識するとどうしてもやっぱりクラブじゃないですか、感覚が。だからなんとなくもう体を使えなくなっちゃう、こっちが結構大事だなっていう自分で勝手に解釈したんで、フォローがうんぬんよりもこの切り返しが大事だなって解釈したんで、もうここに命をかけてます。なるほど。だからちょっと向こうに釣り竿を引けばヘッドがストーンと戻ってくる感覚は出たんですけど、出たんですが、はい、なんかもうここで終わっちゃうんですよね。あ、これ終わっちゃうんだ。だから、はい、意外とスピードが出ないっていうか、結果が出ない。なるほど。クラブ使ってると思ってる割には気持ち悪くはないんですけど。なるほど。うん。わかりました。了解です。了解です。了解です。はい。じゃあその辺をじゃあ、まあ一旦ね、はい、大堀先輩の最近のスイング見てないんで、そうですね。ちょっと一回見ましょうか。わかりました。はい、じゃあ、はい、一回アイアンでいきますか。まず、はい、はい。とりあえずじゃあ。自分的にはまあまあクラブ使えてる方だと思ってるんですけど、じゃあちょっと、うん、ああ確かに、なるほど、これ全然球浮かない、球強いですね、うんうんうん、うん、てか飛ばないですね、飛ばないですね、はい、確かに、おー、はいはいはい、はい、なるほど。先輩はハンドファースト強いじゃないですか。強いです。元から強い。そう。左手のイメージってどういうイメージですか。左手はもう左手一本で振ったイメージなんで、うん、ちょっと一回振ってますね、うん。こういう感じです。うんうんうん、もうなんて言うんだろう。左手一本の時ってあんまり遊ばせたくないんで、うんうん、割とこう。あんま遊ばせたくない。はいはいはい、遊ばせたくないかなっていう。うんうんうん、右手は結構やっぱりまあまあ遊ばせます。右手のイメージとしては、うん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 、だけど感覚的には左手は、うん、なんかクロスハンドで打つようなイメージじゃないんですけど、うんうんうん、小屈のまま、はい、ボーンってこういうイメージ、あー、なるほど、こうやって打ってる感じですか。よくこういう練習してました、はい、こういうイメージありました。あ、これじゃないですかね、まずこれだと思うんですよ。でこれって今どういうことかっていうと、今先輩はインパクトで、まあ、多分球が上がらないってことは確実にロフトは立ってるんですよ、はい、そうですね。そうで、スピン量が少ないっていう部分に関してもロフトは立って当たってるんですよ、はい、でそれに対してスピードがあれば球は本当は浮いてくるはずなんですね、基本的には。そう、はい、なんだけど球が浮かないってことはスピードが出てない、一つスピードが出てないのにインパクトロフトが立ちすぎてるっていう、この2点が結構大きいと思うんですよ。それで言うと先輩の左手って結構ねフックっぽいんですよね。結構フック、フックじゃないです、フックじゃないって言っててもフックなんですよ見てると多分先輩はフックじゃないと思ってるんですけど、結構これ結構手の中って こうやって入ってるんですよ。あ、そうですね。そう、左手結構こう来るでしょ。
そうだよね、こう押し込みますね、押し込むよね、はい、これ結構まあまあフックの人なんですけど、フックの人とじゃあウィークの人って使い方同じだと思いますかっていう感じです。まずインパクトエリアの使い方ってフックもウィークも自分の中ではもうこのイメージしかないです、うん、なるほど。フックでもまあまあこうだし、はいはいはい、ウィークでもこうだし、うん、基本的にやっぱインパクトって左手は、はい、こうなってるべき、こうなってるべきと自分では自分のスイングは思ってます。基本的にじゃあ、インパクトエリアの動きの中で、じゃあこう使ってる人って、うん、どういう感じかっていうと、うん、スクエアかウィーク気味の人、うんうんうん、でこのぐらいの人ってこうゴルフクラブこうやって使ってった中で言うと基本的にゴルフクラブの重心偏重心特性ってあるじゃないですか。で重心右にずれてますよねのクラブを扱ってるっていうことに関するとクラブをうまくこうやって引っ張ってきた中で言うとクラブってさこうやって右回りを起こすでしょ、はい、押してったらクラブどんどん開いていく方向に持ってかれちゃうんですよ、はい、そうでこれってもうクラブによって起こされてることなんです今の握りの状態でスクエアの人が、うん、そうでこの人が今重心をしっかり保とうと思ったら何をするかっていうと左手をぐる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 って小屈のトルクでこうカバーするんですよ。こういう人が小屈してたら、うんうんうん、インパクトで引っ張ってきたらこうスクエアなんですよ。で適正ロフトでヒットするんですよ。そうでもじゃあ先輩の場合今何が起きてるかっていうとここで握ってる人なんですよ、はい、ここで握ってる人っていうのは裏を返せばこのままスクエアにした状態で握るとここ超かぶってる打ってる人なんですよ、うん、この状態で握ってこうまっすぐ親指まっすぐにしたらどうですか。そうこの状態で握ってるっていう人なんですよ、はい、そうだからかぶって打ってる人なんですね、はいはい、重心をでこうやってずっと握ってる人ってことです、はい、簡単に言うと、はい、そうその人が右回り運動をナチュラルに起こしてきた時にクラブはあんまりこう開いた方向に行かないわけじゃないですか、うん、その人がさらに今大堀先輩やってるのはこう入れてるんです小屈、うんうん、わかりますフックの人が小屈入れると何起きるかっていうとインパクトのロフトは立ちまくる そう、そして左向くなんですよ、はい、左向くから何を起こすかっていうと自分の中でこれ左向く分かるじゃないですか感覚的にこうしてまっすぐ飛ばそうとする起き上がってってことですか。そうだからアンダーから来ながらフェースのロフトが立った瞬間でインパクトを迎えるからどうしてもスピン量が少なくなったりとか球が上がりにくかったりとかするっていうところがあるんですよ、はいはい、それでいうと今の握り方に対しての左手の使い方の相性が悪すぎるが僕の考えです。じゃあどうしたらいいのかっていうとどっちかっていうと左手フックの人ってスイング中に触屈の反対の動作をうまく入れていかないといけないんですよ。だから背屈動作ですねどっちかっていうと。だから結構フックグリップの人ってインパクトの時にどっちかっていうとこう使ってる人じゃなくて見え方としてはこう見えてる人が多いと思うんです。こうじゃないですか。こうフックの人っていうのはこのまま引っ張ってきたらこうやって当たってる人です。じゃこれはどうですかね。どっちかっていうと角度ついてるんですよ、うん、そうで触屈の人はこうなんですね。これ見え方全然丸まってるのとこっちに折られてるので違うと思うんですよ、うん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 、そうだから今僕がおすすめする先輩の左手の使い方っていうのはまずこういうカッピングの動きを入れながらこうやって引っ張ってくるイメージは少し欲しいなと思います。逆にその動作入れないとどんどんフェースは左にどんどんロフト立ちすぎてくるのとハンドファーストどんどん強くなっていっちゃうんですよ。これそのインパクトの瞬間フェースが閉じてるっていうのがあると思うんですけど、うん、仮にちょっとこう体を逆にこう、ま、逃がしてというか回してあげたらダメなんですか。こうやってこうはこうなんですけど、うんはいはい、それに対してちょっとこういうふうにちょっとまあ体先行させてクラブが遅れてくれれば、はい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 、合ってきます。合ってくるクラブが遅れるっていうことに関したらさっきの話で言うとクラブ引っ張ってきた中でクラブどんどん遅れさせたら何が起きるかっていうとどんどんクラブは右に回りたがるんでどんどんインアウトが強くなります。インアウトが強くなった状態で開いてくるプッシュっぽくなると体使えば使うほどどんどん遅れてきちゃうからね。そうで言うとそもそもで言うとクラブに正しくエネルギーを与えるっていう部分の観点からしてもそれずれてくるんですよ。あなるほど。そう要は手元に対してまずこの振り子運動がしっかりできてくると基本的にクラブって寝ないんですよ。で何が起きてるかっていうと先輩みたいに今左手を結構抑え込んでる人っていうのは、うんうんうん、ここで手元をこうやって
ロックしちゃうんですね、グッてこうやってロックしながら引っ張ってくるとクラブは降りてこないんですよ、はいはいはい、降りてこないうちから体がどんどん回転してくるとゴルフクラブの重心特性によってどん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 こう起きます、はいはい、でずっと右、ね、まあ、要はインサイドアウトが強いフェースが開くっていう状態になって、そうでこれじゃないとまっすぐいかないよねなんですね。だからなんとなく成功した時っていうのは右まっすぐとか、うん、右に出れば上がるんですよ確かに、うんうんうん、出た間がそうだね、うん、それでいうとめちゃくちゃ腕を遅れさせた状態にしてアジャストして、要はまあクラブがこういう動きをしない中でただ遅らせて、要は運動させてないってことですよね。させてない、だから飛ばないなんですよ。体をめちゃくちゃ強く使ったとしても実際はクラブにエネルギー与えきってないよねの状態じゃないと今飛ばせない使い方をしてますよ、なるほどね、になってくるわけです。で要は腕力のある男性の人とかだと、今の状態でこうやって遅れさせたものをこっから無理やりこうやって押し込んだ状態で使っている人も中にあります。そうやばいよっつって、うんっていうこの代償動作で無理やりこう、無理やりですよ。そう。それは正解なの？正解ではない。そう、正解ではなくて、要はこの今の振り遅れに対するこう代償動作としてこうやってフェース面の合わせ方をしないとドミギー飛ぶんですよね。だから要は意外とこうアーリーリリースの人っていうのは結構それが多いパターンの人も多いです。あ、なるほどね。そうそうそう、その今みたいな挙動がどんどんうんってこう、わかります？遅れるよねっていうところをこうやってカバーしちゃう人、うわーっていう人、そう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 。だから僕は今思ってるのが、うん、先輩は絶対こっち側に使っていかないといけないのと、あと左手のこの手の中押さえすぎだからっていう感じですよ。グリップを、まあ、割とこう押し込みじゃなくて、うん、ちょっとまあ、いや全然グリップそのまんまでいいですよ、ね、そのまんまでいい。それはそうね、あんまり直したくないです。全然直す必要なくて、そしたら今先輩がやることっていうのはやっぱり言ってもらっていいですか。そう、このあたりからどっちかというとこっちで感じてほしいんですよ、クラブの中心、はい、うん、はーってなるかもしれないですけど、こっち側で感じないとフェース面戻ってこないです。まず正しく、じゃあ、うん、まあもともとそのクラブの挙動っていうか動きってやっぱり右手のがやりやすいじゃないですか、はい、こうグリップを遊ばせるというか動かせて、まあ、もちろんグリップって右手だったらやっぱりもうゴルフ経験も長いので、はいはいはい、ギュッて握ったら走んないの分かるってるんですね、うん、だからまあなんとなくこうやって遊ばせて緩ませてこういう動きってするんですけど、それを私の場合は左でやるってことですか。そう、右手上手なんですよ。右手上手なのを左が邪魔してるよってなんですよ。左手はその逆にこれをそうそうそうこうしてこういう左手でこういうですです、ここね、ここ開けていくぐらいの感じでこうくるんですよ。で開けたら開けっぱなしのまま引っ張ってくればクラブ押さえないから今みたいに動くでしょ、ポーンって今言ったの分かります？え、今まではこうだったんですけど、はい、これをこうしてあげればいいんだね。そう、こうしてあげればいいんだね。そうそうそう、だからこう使って出力しやすいようにこっちの方がマジでイメージ湧くんだったらもうグリップどこで握ってるかを変えろなんですよ。あ、そのまま行くんで、行くんであればこのままこう使うのが一番気持ちよくて、うんうん、このまま激しくドーンと叩きたいのであれば、あ、今のポジションで握ってたらでそれだと相性悪いような話なんですね。そう、だからどっちかっていうと僕は今のグリップっていうのはその人の一番ナチュラルにこうやって握った状態がその人のグリップに現れると思うので、グリップあんまりいじりたくない、うんうんうん、そう。ただそれに対して このマッチアップっていう相性の問題が結構大きくて、そうなのに今結構そこがあべこべだよねっていうのがちょっと僕の中だと気になるんですね、はい、現象、今の現象から来てるとね。ちょっと打ってみる、それで一回、うんうん、逆俺ね、逆俺逆俺、結構初めての感覚かもしれない。やっぱもともとはやっぱりこう立ててドーンっていうイメージだったから、うん、わかるわかるわかる。それのエネルギーもなくなっちゃったんだよねじゃあちょっと左手のグリップ動かししますね、はい、そう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 、まずそのぐらいしっかりと動かしてあげた方がいい。今までよりもそのバンス感じました。バンス感じました。ちょっといい意味でも悪い意味でも分かんないんだけど、はい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 、今までもこっちいらなかったぐらいなんで、うん、一回連続素振りしてもらっていいですか。連続素振り、ブラ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 、今そう、あ、いいねいいね。で左手の手のひら離しながら切り返してみて、離しっぱないよ、離しっぱ、あ、左手の手のひらね、そう、もう離しっぱぐらいの感じでフィニッシュまで行ってみて、あ、そう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 、えっていう感じでいいですよ。あ、いいですいいですいいです、もう一回どうぞ。そう、もう全然プレーンは外れないもんね。 OK、 ちょっと球打ってみようか。
このまま、うん、あの普通に打っていいですよ普通に、うん、ちょっとカッピングそう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 、うん、OKOKOK それでいいんですよでそしたら今そこからなんですよね初めて、はい、じゃあどこまで体を使ってって引っ張っていくのかみたいなところはそこから先の話で全然いいと思うんですよ、うん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 、でやっと今ので手元に対してナチュラルなこの振り子運動が生まれてきたなんですよ、ね、クラブが使えてきた使えてきましたよっていうところのスタートラインです、はい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 、今ので、はいはいはい、そうそうあとはこの状態からどんだけこっちを加速させるかみたいなのに関しては体の使い方に自由度が高いっていう感じです、はいはいはい、じゃあそれも私がイメージするイメージするので行ってみたらっていう感じ今までもともと体は得意な方なんで、うん、ちょっとやってみたいと思いますどうぞ、はい